Love, brightness, soul. 小小林林まどどかかインタビュー小林まどかです2022年新春スペシャルインタビューをお届けします。さて私は今 愛知県名古屋市中区栄にある宗継グホールに来ています。カレーハウスココ一番屋創業者の胸継ぐ徳次さんえ。以前一度別の番組でインタビューをしたことがあるんですが、その生き方、あり方に私自身心から感銘を受けて、ぜひ言霊インタビューにお迎えしたいと、番組立ち上げ当初からずっとこの日を夢見ていました。 そしてようやく2021年の12月、願いが叶い、こうして今、胸つホールに来ています。私はこれまで何千回とインタビューをしてきましたけれども、有名、無名、かかわらず、心から尊敬している方が何名かいらっしゃいます。その中のお一人が胸つさんなんです。前半では、どんな人生を歩まれてきたのか、 そして後半は現在の活動も含めてじっくり伺おうと思います。宗部徳二さんは石川県出身。1967年、愛知県立小牧高校卒業。不動産、住宅会社勤務、不動産業の自営を経て、1978年、カレーハウスココ一番屋を創業。82年 一番屋を設立し、社長に就任。98年、会長に就任。そして、2002年、役員を退任されています。現在は、NPO 法人、イエローエンジェル。そして、胸つグホールの代表も務めていらっしゃいます。それでは、最後までお楽しみください。言霊インタビュー それではゲストをお迎えします。カレーハウスココ一番屋創業者、宗ネ徳治さんです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あの、宗ネさんとは以前横山信春さんの,、はい、あのラジオのインタビュー番組で私アシスタントとして、はい、あの、携わっていた時にゲストでお越しくださいまして、はい、インタビューをさせていただいたんですが、はい、あの、この自分自身の番組を立ち上げた時から、 ぜひ胸次さんにインタビューをしたいというふうに思ってこの4年5年近く経過しまして <laughs>、えー、この2021年にぎりぎり12月に夢が叶ったんですけれども今はあのこの胸次ホールに基本いらっしゃることが多いんですかそうですねここが拠点になってますあそうですか、はい、あとは講演活動ええー、あの今はコロナでちょっと大変なんですが 数も減ってますけど、まあ、あの、公演で全、全それこそ全国に参ってます。そうですか。はい、あの、今回のインタビューでは、前編で、宗つぐさんのどんな人生を歩まれてきたのか、はいはい、それから後編では、今、その、ご自身が活動していることということで、伺っていこうと思うんですけれども、はいはい、あの、そもそも、宗つぐさんは、えー、実際のご両親は、はい ご存知ないんですよね。見たことも、あったこともないんです。でも、どういうわけか、まあ、えー、あの、出生届出しといて、えー、くれたので、まあ、そういう点ではね、ラッキーでしたね。それは受験の時ですよね、取り寄せた時に。はい、初めて戸籍投本っていうか、小本を取ってみて、はいえー、親が違うということは、初めて確証を持って、はい、それと誕生日が違って、名前が違って、 あの、戸籍商本を見て3つの発見をしたのが15歳。それまでは育ててくれたご両親が本当の親だと思って、うん、まあ、思ってたんでしょうけども、叱られる都度まあ、すごい、あの、暴力を振る養父で、で、そんな時に、まずお前もらってきてやったって、言われ続けてはいたんですがね、真に受けてはなかったんでしょうね。 東方見て、はい、あ、本当だったんだ、っていうことで、ショックはないんです。なかったんです。えー、まあそれが、あの、また幸せなことですね。だから、不遇だったとか、よそが羨ましいとか、それもほとんどないんです、私の場合。とんでもない人生だったんですけどね、幼少期は。 そうですよね。えー、あの、育ててくださったお父様は、ギャンブルに。うん、それで、大変な思いしたんです。えー、あの商売をやっていた時に、私を、まあ、施設から引き取ってくれて。3歳ぐらいの時い。三歳ぐらいだと思いますけどね。えー、で、あの子幸せな子っていうことで送り出してくれたんでしょうけどね。商売やっていたっていうこと。でも、その父親が、養父が、 あのギャンブルにのめり込んで仕事をそっちのけで瞬く間に破産をして夜逃げで岡山へ行ったんです。でそこその時点で養母と別れて私はあの父親の方にくっついて岡山へ行ったんですね。だからそのその時にもし、うん、そのお母様の方について行かれていたらああ まだもしかしたらばそ。それ人生どうなってたかね。うん、違う人生にはなったでしょうけど。お金にはまあ、いつも苦労したでしょうけどね。<ー>父親はもう私のことはほったらかしでしたからね。体調のいい時に、あの、失業対策の日雇いの仕事をやって。で、300円、400円のお金があると、競輪場へ行って,って。 で、私も連れて行かれて、外れた車検がいっぱい落ちている、その中から当たりを探せって言われて。うん、まあ見つかるわけないですけどね。うん、まあ。で、あとは日課は町のパチンコ屋さん行って、タバコの吸い殻拾いですね。で、唯一の家具がリンゴ箱一つでね、曲がり生活で。電気は切られたままで真ん中にろうそくを立てて、拾い集めたタバコの吸い殻を、 リンゴ箱の上に置いいてておくとキセルでいつも吸ってましたねそうすると、よく拾ってきたっていうふうに褒められたりはするまあ褒められはしないけども、まあ逆は叱られる、もう遊びに夢中になったりするとね、うん、6時前には日雇いですから早く帰ってくる。うん、でも、タバコを置かれてないともう、すごいよ、 叱られ方をしましたね。で、褒められることはないんだけども、でも喜んでもらいたいっていう子供心にね、はい、その一心で一つでもこう拾おうと、うんえー。毎日でしたね。日韓になってました、それ。だってその、食事とかはどうされてるんですか食事も基本ほったらかしいです。お米のご飯、お米でのご飯はね、 四五食に一食ぐらいかな月に二章、一章ずつに、二回買いにやるされましたから。一章松でって、はい、それ二回。あとはもう、うどん粉。まあ、岡山じゃメリケン粉って言ってました。それを、あの、焼いて、お砂糖はないから塩味つけて、はい、で、それ食べたり。あとは、まあ、柿だとか、いちじく、ビワ。なってるものを <laughs> なってるのね。えー そんなの食べたり、春先は食用、食べてもいい草がたくさんなってて、それを食べたり。でもね、あの、不思議なほどね、自分不幸だと思ったことないんです。なんで自分ばっかりがって思ったことないんです。でも学校に行けば、うん、お友達のそのお家と比べたりも。もう恥ずかしいです。曲がりで。<ー>で、その、 えー、家賃が2000円、3000円の家賃も払わないから、そんなお金があったら経理に突き込んで。8歳の時に名古屋に、母親がいるということで、名古屋に移ったんですかね。えー、まあ、すぐまた、えー、母親は家を、アパートを出て。うん、で、もうずっと6畳一間ぐらいの生活ですね。半年から1年で家賃未払いで退居させられて。 だから、小学校は3回、中学2回転校してます。で、その間、近隣で、えー、借りられるところを借りて、で、電気は切られたまま、ほとんどね。<ー>ちょっとないじゃないですかね。ちょっとないですよね、うん。もう自慢ですけどね、私にしてみたら。 悔ししかったら苦労しなさいって <laughs> いや <laughs>、うん、だけど私その一番最初宗ぐさんとお会いしてインタビューをした時にその前に宗ぐさんの本をね、うん、読んで、えー、いやその確かにその状況をねそれでも育ててくれた両親にも感謝してるって書かれているのを見ていやだけども、えー、その状況が壮絶すぎて、えー、何かその恨みというか。えー 境遇だったり家族だったりその世の中にだったり何かあるんじゃないかなって思ってお会いしたらば本当にそういう恨みみたいなものをみじんもないみじんもないんだなっていうのを本当にお会いして分かってそれはどうしてなのか分からないんですけれどもやっぱり父親との生活でこの人にあの捨てられたらもう 家族っていうかね、みなしごになってしまうしね。まあそういう防衛本能もあったのか。基本、まあ好きでした、父親が。ひどい、<ー>ひどい父親だけども、唯一の同居家族っていうこともあって、えー。それは変な例えですが、もし仮に凶悪事件なんか起こしたら、上場酌量してくれるそう、るようなね。<ー>そういう追い立ちですけどもね。 そうですよね。えーえーえー、だって、こう、ひねくれたり、非行に、とかはかか、うんうん、まあ、変わり者ではあるんですかね。変わってます、私だから。人を頼らないし <laughs>、はいえー、休みたいとも思わない、遊びたいとも思わない、人のためにいろいろしたいっていう。それだけを考えてるような生活ぶりです、今でも。もう自分のことはもう二の月でいいんです。 まあそれはまあまあ普通にやれば普通に生活できるという裏付けがあって言えることではあるんですがね。でも余分なものはいらないからそういうものをまあ人のためにということで今やってるんですかね。それは誰にんんまあそんな教えられたわけじゃないでしょうね。やっぱり幼少期のその生活の体験から来てる部分は大きいと思います。やっぱり目の前に不幸な人がいたらね。 放っておけませんもんねもう助け合いですよってもうついつい言ってしまうんですなかなかその境遇で胸次さんの言葉が出るような大人になる人っていうのはそんなにいないんじゃないかなって、うんあえー、まあでもね長年にわたってうちの奥さんはねまた考えが全然違うし、えー、だから。 まあ、夫婦で生活を営んでくると、いや、そんな贅沢してるますよって言われるようなこともいっぱいあります。うん、でも、自分自身のことはもう、私はもうゼロにして、この世を去るからって、あの、うちの家族には言ってある、うんうん。だからもうそう決め込んでるとね、気持ちいいです、自分でも。<ー>えー、例えばそういう幼少期の本当に、 お金がないっていう、うん、食べるものがどうかっていうようなのを経験して来られていると、えーうん、例えばその、今はここまでの生活じゃないですか。うんうん、それがある日なくなったらどうしようっていう怖さって、この、これまでの人生なかったですかそのフラッシュバックするような,ないです、それは。二人で、まあ若いうちに結婚して25歳、私は23歳で不動産業でまず独立して、25で喫茶業、この飲食に出会って、 で、もう夢中になって人生180度変えるような生活になったんだけども、でもコツコツと積み上げていって、気がついたら順調に業績も上がって、あ、こんなになってしまったとかね。うんえー、そういうことですから、あの、成り行きでやってきたんです、としか言いようがないんです。うん、計画的にやったわけじゃないけど。まあでも、そうやってやってる間によ、 まあ、多くの資産もいただいたんで、これはもう自分たちだけのものじゃないなっていう、えー、そういうことですよね、えー。その、奥様と出会われたエピソードも、うん、あ,あの、お会いして、同僚だったんですよね、ねあそうです転職をした21歳の時にね。はい。えー あの、確か私前回お会いした時に、あの、本当に早くに、宗ネツさんご自身も出社されていて、そしたらとても働き者の方がいて、そ,ね、それが今の唯一の女性スタッフでね、はい、正社員で前年に高校出て入ってきて、はいはい、私たちは、私はもう、あの、寄せ集めの営業マンの集団でね、えー、ある建設会社の、えー、で、 私、もともともう家にいても、あの、一人住まい、あの、卒業してからずっと一人住まいで、オンブルアパートで、まあ、やることもないし、早くいつも会社行ってたんですが、はい。そしたら結構、早くから一人で来てね、はい。いろんなことを課長さんの言うことを聞いて、まあ、当時は、タバコ買ってきてくれ、郵便局行ってくれ、<ー>電話取り継いでくれ、お茶入れてくれ、えー、もういろんなことをいろんな人が要求したりしてね、えー それを気持ちよく、もう、はいはいって笑顔でやってるって。それが良かったんですよね。もう、その当時の、胸つぐ青年のハートを、キュンと。え、でも嫌がられてました、ずっと。そうなんですかずっと嫌がられてました。それは、あの、アプローチをしても。もう、しつこいから私。しつこく。毎日家に送り届けて、営業マンで、あの、入社した会社で。で、んあの、 住宅の営業でしたから、はい、やっぱり、あの、ご主人が会社から帰ってから営業の話をするということで、夜が多かったですね。<ー>7時、8時くらい。えー、だから一旦家に送り届けるんです。はい、会社の下で待ってて。嫌、えー、っていう時もありましたけどね、友達と一緒にお茶したいとか、有無を言わせずと、とりあえず送り届ける。 情熱的あもしつこい、しつ、えー、こかったですね、その送り届けるという生活がどのぐらい続いたんですか、えー、その OK されるまで 1, 1年半ぐらいです、でもう,あのもう諦めたのか、関連したのか、100万円貯めたら結婚してもいいって,って、私、えー、預金ゼロだったんです。 えー、営業成績でたくさんの給料は友達の2倍とか2.5倍ぐらいもらってたんです。うん、全部使ってしまうんですね。それは何に使われてたんですか何でしょうかね。まあ、レコード、クラシック音楽好きでしたから1万2千円ぐらいのね、えー、レコード版結構買ってましたし、えー、友達とお食事なんか行くと必ず、まず、あの、おごっていたりしてね。えーえー ギャンブルとか飲み屋さんに行くっていうことは皆無で、ええ、一切なかったんだけども。ええ、まあ、あ、車にも使いましたね。自分で車買いましたからね。あじゃあ、その本当にその子供時代の何もないっていう生活からだったら、うん、信じられないぐらいその満たされる時ですよね。自分が稼いだお金で。うんうん、まあ、そこまではいかないけど、まあ自分のことを自分でまかなえてね。 まあまあ、贅沢しなければ波の生活はできましたから。アパートも自分で借りてました。えー、だからお金はたまらなかったです。<ー> じゃあ、その、一年半近く、もうプッシュして、うん、ああで,で、奥様、そのね、<い>当時、あら、やだっていうふうに言われていても、<laughs> うんうん、じゃあ、100万円って言ったとき、その時の、胸継ぐ青年のやる気のスイッチは入りましたよね。うん、あああそれはそうです。ね、半年で、100万貯めました。<laughs> すごいもう全部、預金通帳も全部、給料も渡して。えで、あの、半年で本当に100万貯めて、 はい、えー。で、結婚にこぎつけましたね。そうしましたら、その100万円ほら、ちゃんと貯まったよって見せて、そ,うん、その時にもう OK していただけたわけですか、うん、そうです、そうです。それが2人の間の共通なことでしたからね。えー、すごいですね。まあ <laughs>、えー、結婚で人生が変わりましたね、えーえー。大きく変わりました。でも、不動産屋のままだったら、 まあ、あの、田舎の小さな不動産業でね、気楽にやってましたでしょうけどね、うん、縦売り住宅を一つか二つ作って、売れて、売れたらまた次を作って。まあ、うん、しがない不動産屋さんで終わってたと思う気は楽でしたけど。うん、でも、奥さんが社交的だったんで、日銭、うん、商売の喫茶業と、はい、まあ、売れればたくさんお金いただける建築業で、縦売り業で、はい、両輪で行こうっていう。 でも、開店のその日に私までがもう夢中になってしまったんです。あの、その飲食ですよね。お客様商売の魅力っていうかね。えーえー、元は自分自身はね、不器用で、えー えー、営業はずっとやってきたんだけども、人と話することはあんまり得意じゃなくて。いや、この今の宗つさんをね、だっていろいろ講演会とか、えー、あの、インタビューも残ってますよね、いろいろなところに。あんまり大したことは言ってませんが。本当にその、えー、その当時、本当にそうだったのかなっていうぐらい。まあ,ねえー、まあだからね、いろいろ鍛えられました。あの、チャンスもいっぱいいただきましたしね。えー、多少は成長しますからね。へえー でもそのなかなか人とのそういうオープンに行かないちょっと苦手っていう人がそれをこう乗り越えていくってこの番組でもそういう方もゲストにいらっしゃいましたけれどとても大変なことだと思うんですけれどそれが接客業で一番その人とお客様と。 ねえ、こう、接しなければいけない。そうですね。っていう最たる世界ですよね,すね、まあ。まあ、喫茶店ですからね。まあ、喫茶店でもやろうかっていう、そんな感じですよね。多くの人がそういうところからスタートしてますからね。そういう業態ですからね。でも、一生懸命やりたいと。お客様に喜ばれたい。ものをお付けして喜んでいただくんじゃなくて、はい、笑顔で溢れた店にしようということで。 もう最初に決めて。そうですよね。ねあの、割と名古屋だと、あの、例えばピーナッツとか、はい、いや、<の>モーニングはもう、トーストとゆで卵。そっか。はい。まず100%ぐらいの店がそういう提供してた。一杯のコーヒーにそれがついてくるっていうことですよね。ましては私たちがやったのは、もう名古屋市内といえども外れでバスへですからね。まあそんな店ばっかりだ。 そういうサービスで喜ばれても嬉しくないから笑笑顔顔でで感謝の笑顔であふれた店にしよう,う最初でもそのもらって当然っていうお客さんたちがいる中でそういう思いってなかなか通じないもちろんそうです,です最初はもうお客さんは来ていただけませんよね、えー、でもゼロはないですから、はい、やがてオープンして10分20分30分すればお一人お二人って見えますからね、えー、そんな時はもう拍手でお迎えするんです。 そんなうれ,うれしさがねそういう行動になるんですかね。でもそ,その接客も何か学ばれてきたわけではなくてではなくてやっぱり、えー、ありがたいっていう気持ちでしょうねこの店に来ていただけるっていうことはやっぱり幼少の頃の。うん 生活ぶりから多少は来てるんじゃないかと思いますよ。うん、人への感謝っていうのはね。その最初のお店のバッカスを開かれた時の、えー、その先ほどおっしゃっていた初日に、うん、あの、すごく自分にとっても合っているんだって感じられた、うん。合ってるっていうか、あ、面白そうってね。はいえー、それも不動産業は新聞広告を3行か5行ぐらい出しても、電話すらなりませんから。うん で、まあ、寝たり、テレビ見たり、外に出たり。それがもう朝、開店の時にはもう、十何人の人がね、来ていただいて、えーうん。いや、すごい楽しそう、この商売って、瞬間的に思ってしまって。えー、そう思ったと同時に、はい、もう不動産業廃業しようって、もうその日に決めました、オープンに。えー、これはもうこちらの方が楽しいし、えー、二足のわらじはちょっと難しいと。 はい、思って。あの、奥さんに任せるつもりだったんです。パートさんとうちの奥さんに。で、私は不動産業で行こうと思って <laughs>、えー、でも、こちらの方が楽しそうって。<laughs> で、不動産業はいろいろあの研修会があったり、慰安旅行行かないと3年ごとの更新も難しかったり。えー、まあ、そんなんだったらもうやめて、この商売にかけよう。えー、でも、モーニングサービスないですから、えーえー、もう売り上げはもう、 最初の一年半、一年後に二号店出したのもあって、一、はい、年半ぐらいは、パンの耳は私たち夫婦が食べて、はあ、パートさんにまでそれ,それ食べなさいとは言えないでね。はあ、パンの耳でしたね。えー、ある時は、美味しいんですけどね、カリッと焼いてね。香ばしくてね。お腹も空いて。 うん、でも毎日それがっていうとやっぱり不安にもなるんじゃないですかいや、もうお客様の反応は手に取るように分かってますから。<っ>数は少なくてもね。っあやっぱり満足して帰られたっていう。あの、ドアを開けて出て行かれるその背中にありがとうございましたってお声かけたその反応のようなものは感じますから。はい、あ満足して帰って行かれた。と、一週間か10日後に今度はご家族と見えたり。 知り合いの方と見えた嬉しいですね、えーもう。とにかく口コミでじわじわと広げていこうって。でもその奥様のお二人で来られた二人三脚での歩みがまた素晴らしいなって思うんですが、はい、本当にずっとお二人でされてきてるじゃないですか。えーえー、バックス時代からそれからここ一番にもそうですけれど、はいはい、その例えばそこまで一緒に仕事までやっていくと、えー 夫婦ってあの、衝突したり、えー、例えば家の中でも仕事みたいな感じで、お互いがこう、プロフェッショナルに盛り上がったりとか、えー、そういうことはなかったですか、えーえー、毎日ありましたよ。あ,ありましたか、えー、オープン直前までもう、本当に <laughs>、えー。そうなんですかでも激しいのはなくてね。えー、一晩、 あの、開けたらもう元に行って、そ,そんな程度でね。えー、でも、やっぱり、ありますよね。いや、ありますよね。ねでも、お客さん毎日でそんなこともできないから、えー、もう足、足が、あの、蹴りが入ります。<laughs> <laughs> でも、顔は笑顔笑顔で。とか言って要求してね。あの、お客様の見えてないところで <laughs> そう,そうってね。まあ、うちの奥さんは、<laughs> まあ、お客様にもね、あの、シルバーって、あの、銀のステンレスのお盆で、頭叩いたりね、はいえー。そうなんですか <laughs> バースプーンの、こんな3四40センチのバースプーンで、ついたりね。はい、<laughs> また、それがよるいいんだよね、男の人って。バカな人が多いから。<ー>その、相手をしてくれるっていうだけで。でも、<ー>そういう人も、それは、もちろん大事なんだけども、<ー>今日初めて評判を つけて見えた、初めてのお客様のことは、あの、その存在は忘れないでおこうと。うんえー、そちらにも配慮しようと。ちょっと言ってることは矛盾してますけども。ですから、その、奥様だって、接客業ということは、その、胸嗣さんとされた時がスタートですよね。そうです。はい、ですよね。うん、でも何かその、体の DNA にそういう何かあったんじゃないですか、まあ、それはもうはっきり言えますね。 ですよね、えー。もうそういうことがお客様、商売がもう大好きっていう。うん、で、まあよかったのは二人とも向上心っていうかね、いくらの売り上げになったら次の店出そうかとか、うんえー、繁盛させるだけは目的じゃなくて、うんはい、繁盛したらまた次の目標が常にありましたから。はい、ばっかその時はもう最初めちゃくちゃの苦労だったけども、二年後ぐらいから町一番の繁盛店になって、はい で3年後ぐらい経った時にもっと売り上げを伸ばすために出前をやろう。はい、そこでカレーが登場したんです、ね、そこからなんですよね。えー、今、ね、あの、よくマイクの前で出前を始めました、ね、宅配やってます、テイクアウやってます。いや、そんなことはいい時に考えないとダメとか言ってね、<え>今も後がない状態で慌ててやるようなことじゃなくて、はいはい まあ、あの、一生懸命商売してるとね、えー、そういうアイデアが出てくるんですよね。えー、素人でも。えーえー、だから、バッカスでそういう出前を始めて、カレーに出会えて、1号店を出して、ずっと、まあ、右肩上がり成長をさせてもらって。で、やっぱりいい時に、あの、ココイチは出前を大々的に始めましたから。えー、だから、ココイチの出前ってもう、 定着してますからねまあ結果的にもいろいろ良かったです。ラッキーの連続で。そうですよね。あの、ちょうどそのリスナーの方にね、胸つぐさんに何か質問をということで募って、はい、今のちょっと経営のお話が出たので伺いたいんですが、こんな質問が来てたんです。その経営において、うん コンサルタントなどを頼まずに自分流でやってこられたのはリスクもあるように思いますが、不安はなかったですか全然ないです。もう私人の話聞くの嫌なんです。ええ、聞くと、やっぱお答え、答えていただく。そしたらその通りしないとね。はい 二つに一つ、三つに二つはその先生の言うことを聞かないわけにはいきませんから。はい、もうそんなの道を自分たちで切り開いていこうと。現場を大事にしてお客様第一主義を貫いたら、はい、成功の種いっぱい現場に落ちてますから。うん、だからもうそれで十分って、実際その通り、今の音楽ホールもそれに近いんですがね。自己流です、全部。え、うん これまでの既成概念とか固定概念も一切なくて、えー、もう最初からもう自分たちであの道なき道を切り開こう。コンサルタントの先生一人もいません。これまでですよね、ええ。あの先生のおかげでっていうことは一切ないです。なかなかそういうお店ってないじゃないですかないです。チェーン店ではない,ないと思います。は<ぁ>ええ そういう意味でも変わってます私人の話聞け聞かない聞けないっていうか気を使うっていう方が先でまあお金もなかったしいやでもそのねあの先生を立てなきゃみたいな感じになっちゃいますもんね、えー、すねもうそれとどっかで見てきたようなことを話されてもね、えー 自分たちの店に会うかどうかも分かりませんしね。うん、そうですよね。えー、そういう意味では、本当に宗嗣さんご自身と奥様が一番見てきてるわけですもんね。お客様を前にしてね。そうですよね。えー あの後半はですね、そのカレーハウスここ一番屋のそこからまた,、うん、またあの今のこの音楽ホールにどのように結びついていったのかというところも含めていかないと。もう答え聞いちゃいましたね。<laughs> また後半も改めてよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい。どうもありがとうございます。